若い男性みたいなものが倒れている。土曜日の静かな住宅街が物々しい雰囲気に包まれました。男性が発見された公園には規制線が貼られています。公園内では警察官が調べを進めています。一昨日午前6時15分ごろ、江別市にある文京台南町公園の遊歩道で。 千歳市の男子大学生長谷智也さん20歳が遺体で見つかりました警察によりますと長谷さんは発見時全裸の状態で服や所持品などはなかったということです発見した男性は普通に歩いてたら分かんないんだけどその犬がこう散歩して柵の方に行って 下を、遊歩道の、ね、ところをパッと見たら、人形みたいなの、あれと思って、全裸ででししたたよ、いや青向けでした長谷さんの遺体には、顔や上半身を中心に多くのあざがあり、司法解剖の結果、死因は激しい暴行を受けたことによる外傷性ショックでした。 長谷さんの遺体が発見された公園から近い JR 大朝駅です長谷さんが駅周辺を歩く姿が防犯カメラに映っていたということです捜査関係者によりますと遺体が見つかる前日の25日午後8時以降長谷さんの姿が JR 大朝駅周辺の防犯カメラに捉えられていました長谷さんの遺体が見つかった 文京台南町公園は JR 大浅駅からおよそ600メートルの場所にあります警察は長谷さんが JR で江別市内に移動した後事件に巻き込まれた可能性もあるとみて捜査しています関係者によりますと長谷さんは公立千歳科学技術大学の3年生でした

人にして人にけるんだみたわしししうう未来ある男子大学生の命が失われた事件警察は、遺体に多くのあざがあることから、3人以上による犯行とみて、殺人などの疑いで調べを進めています。 捜査はですね。この土曜日の夕方から日曜日にかけて急展開を迎えたようなんですね。まあ元々ですね、当初この全裸でさらに所持品もなかったということからこの身元の特定相当難航するのではないかと見られていました。まあ実際に私も土曜日の夕方ある捜査関係者を取材したんですけれども。はい まあ全然手ががかりがないとたううう、ね、ため息をつく様子だったんです、うん、えところが日曜日の夕方、あその被害者の特定に至ったんですけれども、やはりこの防犯カメラに長谷さんが一人で歩く姿、これが映っていたということから捜査急展開を迎えて被害者の特定に至ったという状況のようです。 あの警察はどのような捜査に重点を置いてますすかそうですねあの被害者の特定に至ったということでまずはこの長谷さんの交友関係、これを幅広く洗っている話を聞いている状況だということなんです。 まあただ一方でこの犯人像以外にも不可解な点はあるということなんですね、まあ、それがその遺体が発見された状況なんですけれども、全、まあ、裸だったということ、そして所持品もなかったということでしたけれども、まあ、ある捜査関係者に話を聞いたところ、ですねなぜ服を脱がせる必要があったのか、わざわざそこまでする必要がなぜあったのかと首をかしげていたんです、まあ、犯人像もそうですけれども、まあ、こういった犯行に至る戦いきさつ、このあたりについても謎は多く残されています。